皆さんこんばんは。コロコロチキチキペッパーズの西野です。ナダルです。 TBS ラジオネームチキ、この番組は我々コロチキとゲストパートナーのセクシージュエさんでお送りするトークバラエティです。よろしくお願いします。はい、はい、前回ね、あのゆずりはかれんちゃんが来てくれましたけども、すごかったね。素晴らしいね。こんなにもパワーのある、エロパワーがこんなにも、何ですか、ど真ん中、直球160キロの、久々じゃない、この感じ。いや確かに、なんかちょっと俺も全然意識してなかったんけど、なんか圧倒されすぎて口数がめっちゃ増えてたらしいから、なんかめっちゃ喋ってたらしいの俺ら。めっちゃ喋ったらしい、喋らさずなんかその、そうそう、もっと普通話聞き出さなあかんのに、なんか俺らが口数多くすぎて、マジで、お前童貞のおっさん2人みたいなマジ見にくかったらしい。きつかったらしいね。はい、ちょっと圧倒された感はあったね。そうそう、やっぱちょっとエロスが、久々のエロスの、なんかさ、たまにさ、ゲストさん来てさ、俺らがさ、うわーって揉めたりしてさ、いやいや、ゲストさん置いてきぼりにするなとかでもなくさ、ただただこうエロパワーに圧倒されるっていう、自然体で照れるというね。一番勝っては一番勝ならないことが起こりましたけどね。はい、いやー、それぐらいね、魅力的な、すごかったです。素晴らしいよ、本当に。はい、今週も来てくれますんで嬉しいね。はい、ということで、普通歌来てますんでお願いいたします。ラジオネーム洗面台の貴公子俺ちゃんそれ西野さん、ナダルさん、こんばんは。こんばんは。日々営業活動で車に乗っており、サボりのお供として眠ちきを楽しく拝聴させていただいております。いいんじゃないですか。大丈夫ですか、車の中で。毎度面白すぎて仕事の電話を無視してしまうようにダメですよ。いいと思いますよ。一応社会人経験があるナダル様、ニートの西野さんならどうしますか。いやいや、ニートってバイトしてたよ俺も。というか叱ってくださいと。あの、まあそういう仕事のね、電話無視してしまうのを叱ってください。そして全く別件ですが、ナダル様に提言がございます。洗面台ぶっかけの件で綺麗に流せば大丈夫かと思っていましたが、やつがドロドロなせいで排水口の手前の髪の毛を絡め取る部分が頻繁に溜まります。気をつけて。ありがとうございます。 PS、 私も洗面台ベビーユーザーですベビーユーザー、ヘビーじゃなくてあの赤ちゃんぐらいの感じしか使ってないありがとうございますね。アドバイス、どうですか、洗面台先輩からして。ありがとうございます。洗面台にぶちまける、確かに、洗面台は髪の毛とかを全部根こそぎ引っ掛けてくれる、そのネットみたいなのが下にあるんです。あるよな。僕はそれを抜き取ってしこります。うわ、ありがとうございます。そのもしかしてその排水口の穴めがけてるか。排水口の穴に入れてます、ホールインワン俺んちの洗面台にホールインワン。いや無理、また誰か家で貸してください、洗面所貸してください。やばい。TBS ラジオねむちき、この番組はテムバスの提供でお送りします。尾道にある小さな豆腐店。うちの豆腐は東京になんぞは持っていかん。もっといろんな人に食べてもらいたいんよ。もう好きにせい。そこにあるのは変わらない思い、優しく温かな父と娘の物語。お父ちゃんの作るお豆腐は柔らこうて甘くて、豆本来の苦みも残してお父ちゃんそのものの味。出演、藤竜也、麻生久美子。映画、鷹の豆腐店の春。8月18日全国ロードショー。TBS ラジオ、ねむちき。何がどうなって、何喋ってんの。あ、ごめん、始まった。何よ。違う、ね。なんか、ごにょごにょ言ってるけど。まあ、カレンちゃん来ましたよ、よく隣に。何ですか？さっき洗面所の話しててね。うん。人んちの洗面所、誰かが家建てたら、ちょっと洗面所お借りできますかっていう話を。まあ、その、ボケで言ってたみたいな。洗面台スタンプラリーしようかな、みたいな。ボケで、ね。言ったら、カレンちゃんが、やだーって言ったから、いや、カレンちゃんそんなんええやろって俺、軽くボケで言ったら、ほんならカレンちゃんが、そんなんだったら私にぶっかけてほしい。言われて、黙った。黙った。その圧倒されて。黙って、ほんでなんかちょっとよう聞いたら、なんか、今日、まあ、服着てるんですよ。まあ、当たり前ですね。もちろん、もちろん、それは。TBS なんで、もちろん服着てるんですけど、今どういう状態でしたっけ？ノーブラ、ノーパン？ノーブラ、ノーパン。で、また黙ったんです。
いや俺もでーとか言って次行こうとしていやいやもう圧倒せんといてもいやノーブラノーパンはいつもいつもノーブラノーパンなので何そのもう解放したいんや、うん、もう解放したいそうですねしんどいんかなしんどいですし、まあ、おっぱいも大きいしねノーブラノーパンってどんなの、うん、ちょ童貞すぎるやろ見ます質問あ見ます見ますやっておいちょっと見てないで見てないちょっと奈々さんあの似合ってて俺の方みんなやめて見ますって言われて鼻ポリポリしかも目が合わないっていういやいやもうちょっと、ね、目が合わないえ俺とは合ってでしょ合ってます奈々さんはほんまに照れた時目合わないで俺はだからそのあのな私にぶっかけてとノーブランのオーバーから目合わへんからいや冗談ですよ彼氏はいくつやったっけ私22です22でしょ、はい、皆さん何個年下ですか18ぐらいです目が合わないいやすごいねほんまにすごい魅力的な彼ちゃんですけども、はい質問メールたくさん届いてますあらら嬉しい、はいラジオネーム、ゆずりはガレソあゆずりはガレソさん知ってるのはいはいコロチキさんゆずりはカレンちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。カレンちゃん、初出演おめでとうございます。ありがとうございます。実は、ラジオ大好きなカレンちゃん。うん、おー、そうだよね。チラッとなんかね、聞きましたけど、よく聞いてると。しかも、推しの安住さんと、推しの安住さん。安住アナ、あの。はい、そうです。安住さん推してんねん。安住さんと同じ TBS ラジオに出演されると聞いて、ファンとしてはすごく嬉しいです。はあ、セクシージューンさんの中でもファンへの愛が強いカレンちゃんで、毎回イベントでは予定時間より押したり、ファンとの距離が近すぎてマネージャーから怒られてたりする場面を多々見ますが、はい、実はファンだけでなく、家族愛も強いイメージもあるカレンちゃんの忘れられない家族とのエピソードはありますか？今一緒に住んでるミミズクたちとの話でも結構です。よろしくお願いします。ミミズク？めちゃくちゃ詳しく知ってくれてるね。そうですね。手紙だけでとんでもないファンってことは分かりましたね。大ファン。もう、だから、カレンちゃんも、うん、認知してるぐらいの。そうですね。すごい応援してくださって。ちょっといろいろ引っかかるとこあってんけど、はいはい、さあ、安住さんの大ファンというか、推し。そうなんですよ。私、あの、TBS がすごく好きで、うん、テレビも TBS しかずっと流してないし、珍しいね。そのねあるけど、そのこの番組が好きとか、その TBS が好きって、その時間帯によってはチャンネル変えたり普通するやんか。もう変えない、絶対変えない。そう、TBS のさ、うん、何がいいとこなの？はい、あでもやっぱりこう安住さんが好きなので、発行し、そこから TBS、発行しなんや。発行しなんかこう、いやいやこういう言い方あまり良くないと思うんですけど、うん、こう。やっぱね、タレントさん、TBS に来た時に、うん、タレントさんと会うよりも、うん、もう TBS に来れたことが嬉しくて。TBS で安住さんだったら最高ってこと？うわー、すごいね。そのなんか、珍しいって言うのも失礼やけどさ、安住さん一押しっていう人初めて出会ったこと。いやでも、安住さん魅力的な人ですからね。いや、魅力的な人。これは、あれですけど。その俳優の誰々さんとかよりも、安住さんっていう。これすごいですよ。で、その、いろいろ家族愛が強い。そう、仲がいいですね。家族大好き。うん、誰と仲いいの？特に家族。あ、でも全員みんな仲いいです。でも一番仲いいのは、私のお母さん。お母さん。お母さん。私のお母さん結構癖強くて。あ、そう。そうなんですよ。私のこと、姫ってお呼び。姫ってお呼び？お呼びって。あー、姫って。あ、逆にそう。あ、呼んでた。で、姫って。あ、姫。ってやると、あの、機嫌良くなって。お母さんも若めですかじゃあ。そうですね。はい、お母さんも結構誠意に奔放というか。でもお母さん、ちょっとお母さんのこの話はあんまり、ね。まあまあ、そうか、そうか。でも、若いで言うと綺麗なんじゃない？ほんまに。ああ、うん、そうですね。私のお母さん綺麗ですね。うん、いや、もうちょっと。半笑いやけど大丈夫。いや、奈良さん熟女好きですから。いや、まあまあそうですね。でもすごく綺麗です。そうそう、ちょっとね、その、照れる要素が増えてしまいましたけど。ちょっとノーパンのバレるお母さん綺麗です。もうビンゴや。親子丼？すごい。え、何？親子丼？親子丼？あ、親子丼やって。一回退出します。おもんな。おもんないおっさん。おもんないな、おい、俺。一回退出します。何なんですか？
いやー、ごめんなさいね、ちょっとおもんない俺をお届けしてるんですけど、はい、はい、では続いてラジオネーム、ふっふ、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。カレンちゃんが実際に男性に対して使ったことのある恋愛テクニックがあれば教えてください。恋愛テクニック。むくれ前髪が使っているテクニックもあれば教えてください。誰がむくれ前髪？恋愛マスターのお二人は。やかましいわ。むくれ前髪やめてくれ。一番恥ずかしいあだ名。なんかあるんですか、カレンちゃん。その、恋愛テクニック。恋愛テクニック。なんかちょっとこう、わーって男がふわーってなりそうな。難しいけどね。それで言うとでもその本部の人まで言ってるわけでしょ。はいはい、とんでもないテクニックですよ。いやそのボディータッチとかって、その意図的にするときもあるのか自然にしちゃうのかはどうなの？あ、でも自然にしちゃいますね。私結構人が好きなので。だからまあ長野さんとこうご飯行ってたとして、パッてこう、どんなタイミングで触るの？そのわからんけど。その普通に喋ってて。喋ってて。もうやだ。何が？普通にも美味しいやん、ご飯。美味しい、確かに。口についてるよ。嘘。ほら。お前触ってよ。キモいな。キモいな。うわー、キメートーン清涼。何のキモい。触ってもよかったんですか？触ってもよかったんですか？いや、まあね。嘘ですけど。ないやろ。ちょっと待って、見てられん。見てられん。もうないやねん、これ、ほんま。お願いしますよ、カレンちゃんはね。本当にもう。むくれ前髪が使ってるテクニックはどうですか、奈々さん。聞きたいですか？むくれ前髪の使ってる。テクニック、俺何個か見たことあるけど。俺のテクニック例えば、なんか、エレベーターで、なんか、コンパ終わった後に、みんな下で待ってる。西野と女の子もう一人だけ降りてこへんくて、どうしたどうしたってなってたら、ピーって降りてきて、ドアパーって開いたんですよ。西野が。プルってその俺らの方じゃなくて女の子のを見てパワーちょうだいって言ってそのままエレベーターもその上上がってあれすごいよな。なるほど、恋愛的にパワーちょうだい、パワーちょうだいやってた時期あったね。もう二十歳ぐらいの時ね。めっちゃパワー注入してもらってた。いつもエネルギーマックスやった。もうそうやな、パワーもらいまくって。楽しんごさんに注入されてた。ラブ注入とかじゃなくてパワー注入な。パワー注入だからね、すごいですね、はい、ほんまに、もうファッと自然にやるってことね。そうです、ね、ナダルさんほんま触られようとして顔作ってたけど。面白いね。はいはい、はい、ということで、ね、メールありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで今週もこちらのコーナーやっていきたいと思います。ナダルさんお願いします。眠ちき行っちゃってるシチュエーション。はい、このコーナーはリスナーさんの理想の妄想シチュエーションを我々コロチキとパートナーのセクシージュンさんでやってみようというコーナーでございますが、はいはい、ちなみにカレンちゃんのちょっと妄想しちゃったなみたいな、こういう妄想しちゃうなみたいなシチュエーションありますか？私結構妄想族なので、うわうわ、いろんな妄想、しかもそれを実行しちゃう、あれ、ちょっと、だからまあこのね、親友同士とか、あとまあ私初体験が先生なんですけど、はい、言ったら学校の中でとかも妄想しちゃう。妄想しちゃう。もうその、有言実行ではなく妄想実行でしょ？妄想実行。妄想してやろう。妄想実行で何かありますか？ここでやっちゃったみたいな場所というか。でも、車の中は王道ですし、あと、外。屋上とか。屋上何の？風を感じながら。あら。立ちバック。うわぁ、風感じねえやろ、そんなに。トーンがおかしいやん。風を感じながら、立ちバック。いらんねん、ナダルリピート。絵になるね。ナダルリピート。うわぁ、すごいね。まあ、そんな妄想あると思うんですけども、リスナーの方々がちょっと考えてくれた妄想シチュエーションを我々でちょっとやっていこうという。とんでもないことになるんちゃう、ほんま。で、この BGM がね、止まったらそこからアドリブなんで。はい、アドリブ。でも、まあ、ナダルさんもね、引っ張ってくれますんで。あ、本当ナダルさん大丈夫ですよね。じゃあ、ちょっと引っ張ってほしいかもあるけどね。いやいやいや、それ芸人なんですから。いいんですか？それ引っ張ってあげてくださいよ。わかりました。言うて初めてですからね、ラジオは。リードしてほしいです。あ、リードしてほしいですやって。します。消えてる。何にも面白いこと言おうとしてない。さあ、行きましょう。ラジオネームマッチポンズ。設定、撮影現場。なるほど。配役、
カレンちゃんは本人役。私が本人役。うん。いずれはカレンとして。はい。はい。そして監督が西野。うん。で、おじいちゃん男優がナダル。はい。はい。ということですね。では行きましょう。お願いします。お嬢ちゃん、人望しごきはまだかいな。いやーねえ、それはさっきやったでしょ。そうだったかも。そんなことよりナダルさん、うん、私のアナル見てよ、綺麗でしょ。わあ、ほらなんだって聞こえんの。わしゃ耳が遠いんじゃ。はあ、アナル見て、ほらアナル。なんじゃアナルって。わしゃカタカナに弱いんじゃ。肛門見て、ほら綺麗でしょ。近すぎて全然見えまい。わしは老眼なんじゃ。そんなことより沈没しおきはまだかいな。はあ、ねえちょっと監督、この人いくらなんでもおじいちゃんすぎますよ。あー、ごめんなカレンちゃん、堪忍したってや。あとさっきの手こき以降ずっとナダルさんのチンチンに私の指の跡が残ったままでちょっとキモいんですけど。もうしゃあないやん。まあナダルさん年やから皮膚についた後なかなか消えへんねん。それとなんであの人手こきのことずっと沈没しごきって言ってるんですか。いやあの人な、もう年やから手こきみたいな新しいことは知らんねん。もうええから次のシーンちょっと撮影始めようか。うん、はい、じゃあ続いてベッドでの本番シーン、よーいアクション。あいあい、ほんなら沈没しごきまだかいな。だからもうちょっと監督進まないですよこれ。え、ちょっと、じゃあ奈々さん、監督沈没しごきまだかいな。奈々さんちょっとどうしてほしいとかないんですか、その沈没しごきっぽい。どうやったら、もう年やからこれどうしたらいいかわからへんで、ね、これ。カレンちゃんなんかちょっと立たしてあげて。奈々さん、しんどい。ほら、私のアナル、アナル見て。見えへん。近すぎて見えへんこれ。ほら、嗅いで嗅いで、じゃあ嗅いで。なんじゃこのにおい、ビーン。なんかこれ、カチカチやこれ。階段だ、なんちゅう匂いやこれ。よし、階段だったら逆に嗅がれてみよう。よし、カレンちゃん嗅いでくれるか。奈良さんな、あそこ嗅いであげる。どう助けて監督、助けて。どんな匂い、どんな匂いじゃ。くっさ、言っちゃってる。無理そう、なんかアナル見せたとかあったやん。で、近すぎて見えんのじゃってさ、この台本に含まれてることをもう一回繰り返すのなしにしよう。分かった。うん、アドリブやから。確かにね。うん。ちょっとこうね、なんか緊張してるの分かるけど。分かった。はい。では続いて行きましょう。はい。ラジオネーム、どんくさ研究所。設定、鳥人間コンテスト。パイロットがナダル。女子部員がカレンちゃん。そしてリポーターが、西野ということですね。はい。じゃあちょっと、引っ張っていくというテーマに行きましょう。お願いします。それでは、次のチームを紹介したいと思います。今回の注目チーム、ネム大学、パイロットのナダルくんです。今日の意気込みはどうかな？正直、言っちゃってる！ああ、すごい気合のようですね。現場からは以上です。ナダルくん、ナビゲーションは私に任せてね。今日は南西からの風だから、舵取りには注意してね。ナビゲーションを任せてよ。それじゃ、行ってくる。ネム大学ナダルくん、今テイクオフしました。おっと、今テイクオフしたと同時に後方部を滑走路にぶつけたように見えましたが、大丈夫なのでしょうか。ナダルくん、聞こえる？そっちの様子はどう？さっきのテイクオフ時に火事がやられちまった。機体が右に流されてる感じ、どうしたらいい？何か火事に変わるようなものがあれば、それで風を切れるかも。何かって言われても
くそ、俺の人生は晴れ時々終われ、いいね火事がなくてもエンジンだけは一流のところを見せてやる。ナダル君聞こえる？はい。機体が大きく流されてる。仕方ない、ナダル君のあれを火事にするしかない。あれ、あれ何あれってカレン、わかんないよ俺。ナダル君右に流されてる。ほらダメ、危ないから、ほら出して、持ってる、誰でも持ってる、あれ、あれよ、あれを広げて、あれを広げる、あれを広げて、あ、そうか、ピローン金玉袋広がった、モモンガモモンガよし、捕まって金玉を伸ばして、ナダル君ピヨーン、ほら流されてる、離脱だ、ヒューわー、金玉袋引っ張ってモモンガみたいに乗って、おっしゃ、ウィーブー、うわー飛んでる飛んでる、あいって落ちた、無人島に落ちた、無人島、あいって金玉袋伸ばしすぎた、一人で落ちた、カレンちゃんどこ、カレンちゃん、ナダル君助けて、あいた、あいた、迎えに来て、おらピヨン、チンチン止まって、ありがとうナダル君、いて、チンチン、あ、なんかこいてる、こいてる、なんか手こいてる、手こいてる、手こいてるよ、カレンちゃん、ちょやめてやめて、エグいストーリーですね。なんやねん、その無人島に一人落ちて、でカレンちゃん心臓、でカレンちゃん何に、ね、落とされ、落とされ、玉袋引っ張ってモモンガみたいになって、うん、うん、でカレンちゃんがただ今日一笑ってますモモンガ、金玉モモンガで乗って乗ってって言ってくる、すごいよ、そんな笑う、そんなにそんなツボ入ったモモンガがいやいや、いい調子じゃないですか、調子上がってきた、はい、リードできたんちゃう、無人島のおっしゃるけどどうなるか思ったけどいや、いい感じよ、流れは、ね、手こいてる、手こいてる、うん、手こいてるってないね手こいてるがよう分かってるさあ、はい、いい流れ来てます、はい、次3つ目ですから、はいはい、バシッときましょう、はい、いきます、ラジオネーム、うん、パンダソンナン、設定ナダイチの漫才かっこハライチのことですね、なるほどね、ハライチさんをもじってナダイチ、はい、配役ボケカネンちゃん、ツッコミナダル、はい、なるほど、いきましょう、お願いします、どうもナダイチです、芸人じゃなかったら刑事なんて憧れますよね、刑事ね、僕も子供の頃刑事になりたかったんですよ、いいじゃないですか刑事、やっぱり刑事の中でもかっこいいのがベテランの刑事とかね、ベテランの刑事なんてかっこいいですよ、犯人にふるさとの話なんかして泣き落としみたいな確かにああいうのかっこいいですわね、あとはインテリな刑事、あーなんかパソコン使ったりしてね、プロファイリングみたいな、犯人を追い込むみたいな、確かにインテリの刑事もかっこいいですね、あとはチンデカな刑事、あーチンデカな刑事、そう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 、うん、これが陰謀だじゃなくてこれが陳謀だ、デカ陳謀、はい、あとは包茎な刑事、あそう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 、あ、かぶってるかぶって。あー、もう夏蒸れるのにチンチンも蒸れて。そう。ほうほうほう。あ、そんなことがあったの。ほう。そんなこともあったの。ほう。ほう。ほうけい。はい。あとは、パイパンの刑事。そう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 。夏蒸れるからね。そう。頭蒸れて、蒸れるの嫌だから、そっちゃうの。で、つるんってなって。全然ここは涼しいのみたいな。はい。あとは、パイパンのカレン。いい？パイパンのカレン。でもカレンはだって毛生えてたはずなの、あれツルツルなってる、そうツル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 、そうはい、いやそうじゃなくてこれ見て、パイパンのカレン、そう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 、ツルツルになって、あで実物じゃんこれ、何してんのカレン、しかもパンツ履いてないの、何歳中だよ、ほらほら見て、じゃお客さんがいるからこっち見てこっち見てこっち見て、ツルツル、何してんの、ツルツルの何してんの、何してんの、漫才中。
戻るよ戻るよ。はい、すいません言うてますけど、下半身下ろしたらあかんかな、これ。何してんの、なんで漫才中にパイパン見せんの。パイパンだから。なるほどね。こうなったら、新子さん、ちょっと、一回幕閉じてください。閉じまーす。どうすんのこれ。漫才、どころじゃないですね。これは漫才どころじゃないよ。センターマイクの前で、セックス。漫才を冒涜するか。やめとこう、そんなこと。パンパン、パンパン響かせましょう。おい、センターマイクにこのパンパンの音を響かせよう。はい、どうもー。パン。なんでやねん。うわぁ、もうええわ。言うぞりゃん。カレン。ちょ、待って。なさん、なさん、なんか、緊張してる。緊張してないよ。おい、こう調子上がってきたわけ。どうしたの。面白いなと思って助かりました。いやいやいや、もう俺のことだ。ありがとうございます。いやいや、もう女こんな姿勢こそ事故みたいな顔そうだ。ここでお知らせです。皆さん、ウェブメディアフェムパスをご存知ですか。誰もが当たり前としてしまいがちな物事を多様な視点で取り上げ、多彩な感性を持つ方々にお届けするウェブメディア、それがフェムパスです。毎日頑張るあなたの背中をそっと押すような優しいコンテンツをたくさん用意しています。ぜひフェムパスで検索してみてください。 TBS ラジオネムチキ、この番組はフェムパスの提供でお送りしました。TBS ラジオネムチキ、そろそろお別れの時間でございます。ありがとうございました。全力で駆け抜けました。なつさん、ど、なつさんどうでした。俺は全力で駆け抜けたけどよ、はい、なんかちょっとブースの方からもう二度と来てもらえへんよ。いや、そんな調子じゃない。そんな調子が取ってない。その、なんて言うんでしょうね。なつさん、その、手応え的なのはどうだったんですか。手応えですか。あるわけないやろ。どこにあんねん、これ。こんな手叩いてる。二人で手叩き出した時、ほんまにどうしよう思ったけど。むついで、お前、これ。もうやってみ、俺ばっかやってるけど、お前。やったことあるやろ、お前。やったことある。何にもならへんかったやろ。だから、だから最後なんて俺、配役を与えられてないからね。むついで、お前。いや、よかったよ。ありがとうございます。カレンちゃん、どうでした。いや、もう面白かったです。面白かった。ずっと笑ってくれてたね。ゲラゲラですか、なんかずっと笑ってた。笑いすぎてたって、私ここにずっとぶつかってる。あ、まあ、そう、マイクのカバーみたいなのずっと頭つけて、どんどんぶつかるって。あ、ちょっとね、うん、これぐらい笑ってくれたらまた来てくれるんじゃないですか。いや、そうよ。だからその、3個中2個失敗してたけど。まあ、一つホームラン打ったら、そう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 、よかったよかった。いいんですよ、それぐらいで。3打席1安打で、はい。ということで、はい、ありがとうございました、ね、ということで、感想メールお待ちしております。メールの宛先は nemu@tbs.co.jp nemu@tbs.co.jp でございます。メールを採用された方には番組特製ステッカーを差し上げます。この番組はポッドキャストで聞くこともできます。放送終了後にアップしますので、ぜひそちらでもお聞きください。またウェブメディアフェンパスにてネムチキ収録後のインタビューの様子もアップされています。こちらもぜひチェックしてくださいということで、ナオさん、はい、いやー、すごかったね、カレンちゃんね。いやいや、すごかったよ。しかもやっぱもう笑ってくれるから、助かる。このこっちが調子良かろうが悪かろうが、やっぱ笑ってくれてたりすれば、いや、楽しかったね。ありがとうやね。ありがとうございます。ちょっともし次回、タイミング合えばですけど、はい、また来てくれますか。いやいや、あー、ぜひ。やったー、嬉しいよ。よかったよ、めっちゃテルシエーション言うてるけど。よかったよかった。そうよ、むずいね、こんなもん。一旦僕ら伸ばしてよかったよ。はい、こっちは伸ばそうね、これ。ということで、また来てください。ここまでの相手はコロコロチキチキペッパーズの西野とナダルとゆずりはかれんでした。バイバーイ。モデル、動画クリエイターの佐藤ミケーラ和子です。私が日々の出来事をちょっとだけドラマチックに語っていく5分間のトーク番組。
藤ミケーラ和子の5分の隙間。ちょっとした隙間時間にちょうどいい5分番組です。今回なんと第1回から第4回まで一気に放送よ。ちなみに私の隙間時間の過ごし方は、佐藤ミケーラ和子の5分の隙間は14日月曜夜9時から。大昆虫展 in 東京スカイツリータウン、夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは9月3日まで毎日開催中。4時です。